皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、この羽の直し方、これについてご紹介します。で、皆さん朝起きた時にね、こんな感じで羽出ることって多くないですか？大体の方ってそのままスタイリングされることが多いと思います。だけどなかなか治らない、でも時間かかってどうしようって方って結構多いと思うんですね。それの今日は直し方についてご紹介します。綺麗に直すポイントとしては3つあります。まず1つ目は羽の毛流れを理解する、2つ目はしっかりと濡らす、3つ目がコテだったりとかアイロンの巻く方向性、この3つをしっかりとやれば誰でも朝簡単にね、綺麗なスタイリングができるようになりますので、ぜひ参考になさってみてください。それでは動画をどうぞ。じゃあまず1つ目なんですけど、跳ねてる毛流れ、方向性を理解する。今右サイドの髪の毛を見てるんですけど、右サイドって大体ね、皆さん乾かした後ってこんな感じに前に向かって跳ねてることって多くないですか？これは根元の毛流れだったりとか根元の向きによって内巻きにしようとすればするほど前に跳ねていく、こんな感じになってるケースがほとんどです。大体日本人だったりの方って8割9割の方が前に跳ねるっていうふうに言われてます。まずはこのどっちに自分が跳ねてるかっていうことを理解します。次にこちらが左サイド。左サイドはね、変な跳ね方をしたりとかっていうのはなかなかないかなと思うんだけど、やっぱり寝癖によってね、こうちょっと外跳ねになったりとか、変に内巻きに入ったりとか、結構ね、ランダムに毛先が跳ねてる可能性もあるので、まあこれもね、ちょっとご自身でまずは理解するのが大切です。じゃあ、右サイドの直し方をやっていきます。水スプレー。まあこれでしっかりと濡らしていくんですけど、なんかね、大体の方ってこうやって、まあ、こんな感じでつけて、ちょっと湿ったなーっていう感じで、まあ、これで乾かしていく方が多いかなと思うんですけど、これだったらほとんど治りません。なのでしっかりと毛束を通して、こんな感じでこの羽が確実になくなるぐらい、もうこんな感じでしっかりと濡らしていってください。で、ここまでしっかりと濡らしたんですけど、本当はこの根元、この辺の部分をしっかりと濡らさないと羽を直すことできないんですけど、でも僕ら美容師のテクニック、いつもやってるテクニックで、まあこの羽をしっかりと抑えれる方法を今日はやっていきたいと思います。ここで洗い流さないトリートメント、これでしっかりと毛先を保湿をしていきます。で、この時にね、トリートメントつけた時にでも、もう跳ねたりとか毛先の方が全体に濡れてるように意識しておいてください。次にドライヤーで乾かしていきます。前に向かって跳ねるんですけど、基本的にね、乾かす時っていうのは前に向かって乾かします。なぜかというと、このね、根元の向きって後ろに向かってこういう風な感じで流れていってるので、それで内巻きに入れようとするとこのまま跳ねていく、こんな感じでね、毛流れってなってるんですね。それをこうなるべく前に向けることによって、こういう風に毛流れが流れてるのが、ちょっとこう反対側に毛流れがなります。そうすることによってね、前に跳ねにくい状態になっていきますので、ドライヤーは後ろから前に向かって乾かしていきます。では早速乾かしていきます。ご自分でやるときは、右側に関してはドライヤーを後ろ向きに、で、なるべく斜め上から髪の毛をこう引っ張りながらドライヤーの風を当てていく。こうすることによってね、しっかりと前向きに毛流れが作れますので、そういう風に乾かしてください。しっかりと乾いたらブラシで溶かしていきます。で、次にアイロンの入れ方です。一回ストレートアイロンでやっていきます。大体の方ってね、こうやって取って内巻きに入れるときって、このまま内巻きにこういう風に入れる方って多いかなと思うんですけど、まあこうするとね、時間が経つと徐々にこういう風に垂れてきちゃいます。なので僕らどうするか、なるべくね、この毛束もちょっと薄めに取る方がいいです。大きく取ってしまうとね、熱が均等に当たらない可能性があるので、少し細めに取って巻いていきます。巻く時なんですけど、さっきはこのまま内に入れたんですけど、なるべく後ろ向きに毛先が向くように、このような感じで形になるようにアイロンを入れていきます。毛束を取って、極端に言うとこのまま地に向かってカールがつくよ
こんな感じで全体的に巻いていきます。こんな感じですね。でこれを全体的に作っていくと、巻いていくうちに自然にこのような感じで内巻きに入っていきます。コテも同様に普通に巻いたらね、このままこういう風に巻くのが普通かなと思うんですけど、後ろ向きにカールをつけたいので、ちょっと後ろに毛先が向くような感じでカールをつける。コテでもこんな感じで巻いていくと綺麗な内巻きに入ってくれます。くるくるドライヤーだったりとかヒートブラシをお使いの方も同様のやり方、後ろに向かって毛先を流すような感じでやってみると OK です。次に左サイド、反対側ですね。こっちはそんなに気になってる方っていないかと思うので、まあこっちのやり方も簡単に僕らのやり方でやっていきます。じゃあこちらも同様に水スプレーで濡らしていきます。ここもねやっぱりしっかりと濡らすのがポイントなので、毛先がしっかり濡れるようにやってみてください。あんまりね結構下からぐらいまでつけなくても大丈夫なので、こんな感じで毛先が濡れてれば OK です。トリートメントをつけていきます。だいぶ乾燥してたりするのでしっかりとトリートメントをつけて、まあ、櫛でねこうやって溶かしてあげるとトリートメントも均等につきやすいので、まあ、余裕がある方はこの写真でやってみてください。ドライヤーで乾かしていきます。こちら側に関しては多分ねそんなにこう跳ねたりとかはないと思うので、まあ右側を多分前からね、後ろから前に向かって乾かしてると同様に、こちら側も後ろから前に向かって乾かしていく方が あんまりこんがらなくて済むかなと思うので、まあ、ここは統一して乾かしていけば OK かなと思います。ということで乾かしていきます。全体乾いたら一度ブラシで乾かしていきます。でこちらも同様になるべくね毛束はちょっと少なめにやってあげると熱がね結構きれいに通りやすいので、ちょっと少なめに取ってください。はい、こっちもね例えば跳ねる方に関して、自分でスタイリングやった時に跳ねてる時に関しては後ろ向きに毛先がなるように、じゃあ逆に後ろにねこういう風になってる髪の毛もあるかなと思うので、そういう方に関しては少しこう前に向かってアイロンを入れてあげる。そうすることによってね、均等になるかなと思うので、跳ねてる方向と逆の方向にやっていく、跳ねない髪の毛に関してはしっかりと内巻きにやっていく、そんな感じでね、アイロンを入れていくとベストかなと思いますので、そこもしっかりと覚えておいてください。これは普通に入れていきます。で、例えばこれが前に向かって跳ねる髪の毛だったら、毛先を後ろに向かって、こういうような感じでアイロンを入れていく。じゃあ逆に、後ろに向かって毛先が流れている髪の毛に関しては、このように前に向かってアイロンを入れていく。こういう風にやっていくとね、結構均等になっていきやすいかなと思います。コテに関しても同様です。前に跳ねる髪の毛だったら後ろに向かって毛先を持っていく、で後ろに跳ねる髪の毛だったら前に向かってアイロンを入れていく、まあ、この時にねボブヘアの方だったりとかね、結構やけどしやすいので、やけどしやすい方に関してはね、後ろをコテだったりとかするとあまりちょっと見えなかったりもするので、後ろの髪の毛はなるべくストレートアイロンとかでやってあげるとやけどがしにくいのでおすすめです。はい、ということでね、こんな感じで羽の直し方についてご紹介させていただきました。大体ね毛先中間を今回ちょっと濡らしたんですけど、お時間がある方に関してはしっかりとね根元の方から濡らしてあげるとより綺麗に羽が収まります。なので今回やったやり方で羽がねちょっと治りづらいだったりとか時間経った時に跳ねてくる方に関しては、しっかりと根元から濡らして乾かすようにしてください。で乾かす時もね、なるべく上から下に向かってね風を当ててあげると髪の毛も綺麗になりますので、ぜひそちらも参考にしてみてください。今日もね最後まで動画をご視聴いただいてありがとうございました。今後もね皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。